どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さくて薄い G ラボの薄レレを使いまして、いろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ皆さん音楽を始めましょう。今回のテーマソングはドーン、アイコさんのボーイフレンド。この曲はもうアイコさん代表曲ですけども、めちゃめちゃ元気になっちゃうラブソング、宇宙に靴飛ばそう、素晴らしいです。はい、この曲をこのちっちゃいウクレレで思いっきり歌っていきましょう。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョンをゆっくりやります。後半はノリノリのあのリズムビートを聞かしたかっこいいやつやりますよ。2バージョン最後までご覧になってください。さあ皆さん音楽を始めましょう。音楽ってね、聞くの最高だけどやる方がもっと最高なんです。ぜひ皆さんこの今ご覧になっているガズレレで音楽を始めてください。このガズレレではですね、もうどんな方でも、音楽も諦めてた方とか楽器やったけど挫折した方でも、あっという間にウクレレを弾いて歌う弾き語りができるというプログラムがあるんです。このプログラムを今もう全世界中の方が見ていただいて、もう大活用されておりまして、チャンネル登録者の方も15万名超えております。皆さんもすぐできますんで始めてください。もうちょっとしたらそのプログラムのリンクをここに貼っ付けておきます。このリンク先に行ってもらって、上から YouTube 動画を順番に見てウクレレ触っているだけであっという間ですよ。 YouTube 動画無料ですから、今すぐ音楽を始めましょう。じゃあここから行ってらっしゃい、クリック、いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたこの世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲が、このちっちゃいウクレレ1本でめちゃ簡単に弾けるようにしているレッスン動画の課題曲、すでに1600曲以上もうアップロードされております。皆さんこれからね、音楽ねやるに変えていきましょう。本当に楽しいですからね。はい、じゃあ早速やっていきましょう。今日のテーマソング、アイコさんのボーイフレンド、ガズレレ流シンプル簡単バージョン、ゆっくりとやってみます。1,2,3。さんのボーイフレンドをガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。いいメロディーですね。もう元気いっぱいの、なんかこう、もうポップっていう言葉が本当ぴったりだなと思う。カラフルでポップな、で元気になっちゃうようなこのね感じ。いやー、もうめちゃくちゃもうねテンション上がります。皆さん歌っていきましょう。はい、今聞いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルショートカットアレンジバージョン、練習用で、させていただいております。もしねフルコーラスやってみたいなという方いらっしゃったら、1番のコード進行書き出して2番の歌詞を書いて、オリジナルの楽譜をこう完成させて練習していただくのもすごくいいと思います。ちなみにこれからやる後半やるかっこいいバージョンでは、ちょっと繰り返しのある、今のシンプル簡単バージョンよりはちょっと長めのバージョンで、サビ2回繰り返すパターンでやってみようと思うんですけど、ちょっとそれも参考にしてみてください。そしてですね、まずはですね、今やったシンプル簡単バージョン、ガズレレ YouTube 動画に合わせて、歌詞とコード出てますから、なんとかこう一緒にリズムとぴったりできるように練習するのをおすすめします。でそこまで一緒にできたらですね、もう結構すごいです。この曲ね、歌ってみると分かるんですけど、歌のメロディーとかすごくこう渋
渋いメロディーが登場したりしてね、結構面白くもあり難しくもあるんで、まずゆっくりでいいんで、シンプル簡単バージョンで YouTube に合わせる。これを目標にしてください。で、もし一緒にできるんだったらおめでとうございます。これはこれでも素晴らしいと思います。したらね、次のステップ行きましょう。次のステップは何かというと、今度はイカズレレ YouTube に合わせるんじゃなくて、ご自身一人っきりで音楽を生み出す。歌と歌のメロディーとリズム、音楽を生み出す。ぜひこれやっていただきたいです。その時にまずね、やっぱり楽譜が必要になると思うんですよね。じゃあ楽譜ってどこにあるのってことにあると思うんですけど、安心してください。今はですね、この自分で書いた、このボーイフレンド、はい。これを見ながらね、今演奏したんですけど、もうちょっとしたらこのカメラにね、こんな風に映して、こんな風に書くといいですよというふうにシェアしようと思うんですけど、今便利なサービスがあります。これです。どうも。ガズクラブです。ガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日の愛子さんのボーイフレンドを含む、ガズが今まで書いて書きまくってきた、もう膨大なストックのノート楽譜のがあるんですよ。そこから毎月5曲、皆さんがやってみたいな面白そうだなと思った曲をお手元にダウンロードしていただいて、すぐに練習に入れるよという画期的なサービスなんです。でね、このね、ガズクラブっていうのは楽譜のダウンロード以外にも山盛りのコンテンツがいっぱいついておりまして、まずですね、ガズクラブメンバーになったらガズクラブメンバーだけが使えるアプリがあります。すごいでしょ、アプリですよ。そこで落とした楽譜の管理だとかいろんな情報とかこうゲットできるっていう、まあ画期的なそのアプリがあるんですよ。これがまた素晴らしい。そしてあとはですね、ガズオンと呼ばれている毎月2回行われている全世界中から参加していただけるものすごいでっかい規模でやっているオンラインイベントがあります。オンラインライブでもう全世界中で一緒になってわーっとセッションしようということで、毎月課題曲を決めて、まあ月2回やってるんですけどね、次回はこの日程になってます。もういつも大盛り上がりです。もう汗だくでね、もう世界中とセッションみたいな感じやってますと、もう盛りだくさんになってるんですよね。ぜひ皆さんガズクラブご検討ください。あともう一つのサービスやってて、ガズクラブとは別のサービスなんですけど、このガズレレ大学です。こっちはですね、ちょっとこのリズムの深めようとか、ウクレレのもうちょっとその奥に、もうちょっとその深めたい、もうちょっと知りたいっていう、ちょっとこれお勉強、大学ですからね、これアカデミックなことをやります。こっちはですね、毎週2回のライブ配信コンテンツでも濃厚にリズムとかコードの抑え方とかも研究室みたいなもんで、ここもね、なかなか面白いんですよ。毎週2回ライブ配信で講義、ガズレレ大学の講義をやっておるというね、なかなか面白いことになってまして、そういうわけで今ガズクラブとガズレレ大学とか2つあるんですけど、まあガズクラブのイメージは、こう楽譜ダウンロードしてもそこでみんなでワイワイやる、もう街づくりみたいな感じで、もう本当に楽しい集まりって感じで、ガズレレ大学はちょっとこうアカデミックなね、お勉強するスタイルなので、ちょっとこうシュッとしてキャンパスライフ行こうぜみたいな感じなんで、まあまあご検討ください。概要欄にねリンク貼っときますんでご活用ください。それでは楽譜を見ていきましょう。ボーイフレンド、愛子さん、この曲はね、もう名曲ですよね。はい、ここイントロなんですけど、ちょっとこう短めに書いてます。ワンブロックがすごいちっちゃくなってますんでね、ここをちょっとお見知りおきをくださいということなんですけど、ここに見てタッタッタって、これカタカナでタッタッタって書いてあるんですけど、これね、後半のかっこいいバージョンではちょっとね、カッティングを使ったあのリズムでいきたいと思うので、この指令を書いてあります。あとここに矢印マーク、これシンコペーションリズムがドーンと入るよということなんですけど、この辺はかっこいいバージョンでの解説になりますね。ここもコードが変わったりしてますね。ここにキメが入ったりとか、はい、これ後で解説していきますから、今のシンプル簡単バージョンは上の段ですね。はい、ここもほらコードが変わったりするんで、今のやったのは上の段、後半は下の段、こんな感じでメモっていってください。はい、こうやって写しとくんで、一時停止してメモってください。それか、動画のデモ演奏内のテロップを一時停止してメモっていただくのもいいと思うし、先ほど紹介させていただいたガズクラブでこの楽譜そのものをお手元にダウンロードしていただくのもすごくいいと思います。はい、じゃあ一時停止で書いてください。はい、見慣れないコード C マイナーとか出てきますからね。はい、ここは A メロです。はい、次 B メロ。ここもね、こうタッ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 タって書いてある。これリズム変わってきますよということですね。 B メロです。はい、かな。はい、ここサビです。これがね、いいメロディーですね。もう元気になっちゃうやつ、ポップなメロディーです、本当に。はい、いいかな。で、今のシンプル簡単バージョン、ここで F やって、ここでも C で終わったよということなんですけど、後半のかっこいいバージョンでは、見てください。ここから間奏で G7 を2ブロック弾いた後に、この後 B メロ行って、サビやって終わったよということです。この間奏を入れて、また B メロサビやってて、まあ、ここを繰り返したという、ちょっとセミロングバージョンになってますんで、ちょっと参考にしてみてください。それじゃあ、ちょっと出てくるコードをちょっと解説しようと思います。ね、今日ちょっとね、場所がちょっと少なくなっちゃったんで、ここに書いてあるね、赤く囲ってるこのコードは、後半やるかっこいいバージョンで出てくるコード4つなんですよ。はい。これでは、今はちょっとひとまず隠しておきましょう。で、今ここに映ってる、これで今のシンプル簡単バージョンや演奏しました。ちょっと多いですけどね、言っていきます。C と C7、Am、A7、F、Dm、D7、G7、Em7。これ9個あるんですけど、
この9個のコードはですね、めちゃくちゃガズレレでも入門コードのグループのメンバーなんです。はい、これです。ドン、ガズレレ必須コード。このガズレレ必須コードって一体なんだということなんですけど、このガズレレ必須コードというのは、このウクレレでね、このちっちゃいウクレレで音楽を始めたいなと思ってる一番初心者の方に一番最初に覚えてもらいたい入門コード10個のグループなんです。この10個覚えておくとめちゃくちゃ役に立つんで、まず最優先で覚えてもらいたいです、この10個のガズレレ必須コード。だけどね、これ簡単なんですよ。10個もあるけど1個ずつ見たらめちゃ簡単、入門コードだから。なんだけど10個いっぺんに覚えようと思うと、まずね、もう場所とね、名前がもうごちゃごちゃになってね、もう頭がもう混乱するんで、私がめちゃくちゃ分かりやすく頭にスイスイ覚えられちゃう魔法の動画を撮ってます。ここにその動画のリンク貼っておきます。ここの動画必見です。覚えてください。楽しくコードを覚えて楽しく演奏していきましょう。それではここからかっこいいバージョンの解説に入っていきますと思うんですけど、その前にいつもここで私が言いたいのは、歌の練習をですね、今のゆっくりシンプル簡単バージョンでしっかり掴んでください。歌のメロディー結構難しいというか、あの音程の差が結構あるんですよ。特にこの A メロとかですね、ちょっとやってみると、せーの、早く会っていきたい、あなたとのいろんなことを刻みつけたいくらい。すごいこう結構渋いというかかっちょいいメロディーなんですけど、この音程がね、すごくこうでん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 でとか、これ結構ですね難しいというか、音程をしっかりこう把握しておかないとね、リズムが結構ノリノリで早いんで、なんかつられちゃってね、もうぐちゃぐちゃになっちゃうんで、ゆっくりこうメロディーの確認をしっかりするっていうのがすごい大事になると思います。はい、そこねやるとね、かっこいいバージョンでさらにこう気持ちよく弾けると思うんで、まずそこでね確認して、かっこいいバージョンの練習に入っていきましょう。じゃあかっこいいバージョンの解説を始めます。かっこいいバージョンではかっこいいコードがですね、4つ追加されるんだな。あれなかなかねおしゃれなコード出てくるんですよ。愛子さんってね、いつも全部ね2なコードが出てくる。これはねかっこいい、ちょっととろけちゃうような感じですね。じゃあ見ていきましょう。まずはね F マイナーからいこう。 F マイナーはよく出てくるんですけど、初心者がちょっと難しいコード。押さえる場所、こことこことここで、こんな風に押さえるのがいいですよということなんですけど、弾いてみるとこういう音。はい、でガズの場合、この上の部分を親指でグッと握っちゃいます。これどっちでも押さえやすい方でいいと思うんで、皆さん工夫してやってみてください。人差し指で押さえる人は手首を前に、親指で押さえようと思う人は手首をこうギュッと上に持ってくる。こんな感じで、ちょっとトライしてみてください。どっちにしても弾きづらいんでね。はい、今日でもう一個は Gm7 です。 Gm7 というのはこことこことここですね。こことこことここだから、この2つをキュッとこのぐらい見て、このぐらい反り返るぐらい押さえてちょいと立てる。あるいはちょっとこれ難しいと思ったら、3弦から押さえてみるのもおすすめです。この3弦ダブってて意味ないんですけど、まあでもここで押さえるの意味があるということで、こうやって押さえるのもいいし、それでもちょっとここ私反らないですっていう方はこうでもいいし、こうでもいいし、ちょっととにかくね、こことこことここ、トライしてみてください。あ、じゃあ次はですね、あ、これはなかなか見慣れないコード、 Cm ですね。 Cm はね、こことこことここの4弦は押さえない、要はここここここですね。そうするとまあこういう感じかな。それ人差し指でもいいし、場合によってこれでもいいし、とにかくここの3つを押さえますね。ガズだったら F から D、 F から Cm なんで、ガズはこう押さえてますね。ここテコの原理でキュッとこの親指をこっちに力入れることで、こうクッとこうなんつうのひねるみたいな、テコの原理、こういう風に考えると押さえやすいかもしれません。ちょっとこれ難しかったらこうでもいいですよ。あのちょっと忙しいですけど、はい、Cm 使っていきましょう。あともう一個だけ一瞬出てくるんですけど、 CAUG と書いてオーギュメントです。これは簡単、こう押さえてちょいこんな感じですね。 C 押さえたところに4弦の1フレット、はい、これはこのコードだけ聞くと不自然に感じるんですけど、流れで出てきます。こんな感じ、 Am から CAUG、 C からです、だんだん降りてくる、こういう風に使っていきます。あの後でこれあの解説していきますので、ひとまずコードの押さえる場所はこれ確認してください。このコードを使ってやっていきましょう。それでは今日のねリズムなんですけど、今日出てくるリズムはねいいですよ。ドーン、8ビートのチャット、カッティングとシンコペーション、リズムが前にドーンと食い込んでくるシンコペーション、この3つのリズムでやってみようと思います。この3つのリズムの解説はここにリンク貼っておきます。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚にそれぞれの濃厚解説レッスン動画がすでにそこのところにアップロードされておりますので、じっくり見て練習してみてください。まずこの8ビートのチャなんですけど、あのちょっとパートによってはチャがない8ビートも出てくるんですけど、まあ8ビートでチャができるってことは8ビートができるっていうことになってるんですけど、どんなリズムかというと、ドン、いわゆるガズレレで一番多いこのロックっていうかね、疾走感のあるかっこいいドライブ感あるビートっていうイメージなんですけど、このチャがないと一瞬普通
通の8ビートも出てくるんでね、この辺確認してもらいたいんですけど、今日ね、ちょっと一番キーポイントになるのは、このカッティングで、頭打ちのリズムっていうのがちょっと今日結構多いです。どんなリズムかっていうと、ワン、ツー、スリー、フォー、タッチ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 みたいな、こう、アクセントが頭に来るリズムなんですね。そうするとどうなるかっていうと、例えば、サビでやると、ワン、ツー、スリー、フォー、デトラボット登って、こんな感じ。バッ、バッ、バッ、バッって止めるんですね。これをね、カッティングでやりたいんです。ちょっと左手見てて。わかる？今、右手は何もしてないです。弾いてるだけで、音が止まってるの左手で、触って止めてるんですよね。弦ってこうやって鳴ってる時に、触れると音止まるでしょ。それを応用してます。これをカッティングって言うんですけど、まあ、さっきのリズムいろいろでよく見ていただきつつ、今日ね、この頭打ちのリズムとか、ちょっとそのカッティングのフレーズが曲の中のもう半分以上占めてるというね、珍しい感じのタイプの曲なんですけど、これがね、できたとしても、リズムキープなかなか難しいんで、これがね、ちょっとキーポイントになるところかなと思うんですけど、ちょっと順番を追ってね、説明していきます。まずイントロから。イントロなんですけど、ちょっとね、やってみますわ。それでシンコペーションも途中でやってきます。リズムがドーンと突っ込んでくるよということなんですけど、イントロやってます。ワン、ツー、スリー、フォー。でー、でん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 ここ、でん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 。で、こんな感じなんですよね。ダッツ、ダッツ、ダッツ、ダッツ。これが結構ね、ワイルドにこうリズム感よく、気持ちよくこのリズムをね、キープするの結構難しいです。カッティングでね。なんで、最初のステップは、皆さん、これカッティング難しいと思ったら、全部8ビートのチャで、全然大丈夫ですんで、まずは8ビートのチャでやってみてください。8ビートのチャだったら結構この曲は簡単だと思うんですね。そのカッティングで、頭打ちのカッティングでやろうと思うと、ちょっとね、これ慣れが必要。体揺すってリズムキープがまず大事です。そしてさっきみたいに A7 とかでシンコペーションドーン来るでしょ。その時も A7 はここでは頭打ちですね。もう一回。感じでいきます。はい。そんな感じでこうバーッと来るんですけど、イントロの一番最後にちょっと決めが入ります。イントロ最初からやってみようかな。ワン、ツー、スリー、フォー。入っていくんですけど、その A メロの途中にもシンコペーションのフレーズが入ってきます。早く会っていたい、あなたとのいろんなこと、今のいろんなこと Gm7 から C7 にスコーンと食い込む。あなたとのいろんなことなんだった、はい、これもシンコペーションです。このパターン結構出てきます。そしてその次は Cm、 さっき出てきたフレーズからまたちょっとワンブロックに4つに入るっていうところがいきます。 A メロの後半から刻みつけたい、ここクライ、こう Cm ね、クライ、忘れたくないんだと、だんだん FFG7 ワンブロックに4つ、こんな感じで、ワンブロックに4つのところも、パートパートによって順番が変わったりするんで、よくね、あのコードを見て、弾いてみてください。そして今日ね、また B メロもですね、このカッティングを使うフレーズなんですけど、さっきサビはバッ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 っていう感じでやったんです。そう、テロップにはタッ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 って、まあ、書いておくんですけど、これ B メロはですね、ちょっと似てるんですけど、ちょっと違う。タッ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 。ちょっと違うでしょ？ B メロちょっと弾いてみますね。せーの、はい。唇かんだでで、タッタッタだ、あなたとのキス確かめてたら、目がやんだだだ、タッタッタだだ。これ、これ、B メロのカッティングなんですよ。ダッダッダダダッダッ。で、サビは、タッタッタッタってもう、ね、似てるけどちょっと違う。ここら辺のね、こう、住み分けがなかなかこう、かっこよく回り難しいところなんですけど、B メロが終わった後からサビに行くところも、ちょっと A7 で決めが入るんで、やってみましょう。B メロの後半の雨が止んでからやってます。ワン、ツー、スリー。雨が止んで、星がこぼれて、小さな部屋に迷い込んだ。はい。今の A7 で、タープ、タープ、
ここかっこいいよね。ジャーッチャーッチャーッチャ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 。これで一回8ビートのリズムを残しといて、そっからサビでまた頭打ちのバッバッバに入っていくんで、ここの A7 のところでノリを一回変えて、また頭打ちにドンと突っ込んでいく。この切り返しがかっこいいんですね。同じとこもう一回やってみましょう。せーの、3。雨が止んで、星がこぼれて、小さな部屋に、今のところも A7 でシンコペーションなんですけど、ここも A7 のところだけ8ビートのチャが入る。そこでちょっと一回普通の状態に戻すみたいな感じだと思うんですよね。あーテトラモンドのぼってて先にな、今の A7 のところでドライブ感また8ビートのチャに戻して次にドーンといく。このね、感じがね、かっこよくもあり難しいとこですね。はい。そのままこう曲は進んでいくんですけど、その後にね、結構ね、シンコペーション連続の決めフレーズが入ってきます。てっぺん先が来ます。てっぺん先にらんで、宇宙に空気飛ばそう。イェーイ。今のやつ。ここで C オーギュメントが出てくる。あのフレーズもう一回、くず飛ばそうから宇宙に空気飛ばそう。これシンコペーションの連続なんですけど、これほぼ3連ですね。タタ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 、全部弾くと Am A3 つずつ弾くっていうイメージです。タタタタ、最後の FC だけ2回ずつ、これをちょっと伸ばしながらやるって考えるといいと思う。タンタ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 ン、これですね。もう一回やってみましょう。ニラーで宇宙そう、ここ難しいですよ。シンコペーションの応酬で3連っぽい決め、ここがキーポイントになるとこですね。じっくり練習してやってみましょう。でサビの後半に入っていくんですけど、そこも同じ感じでちょっとやってみます。あなたが私の頬に、ここまた頬ずりすると二人の時間は止まる。ここ結構グイグイグイいろんなコンテンツが入ってくるんですけど、さっきも同じ頬ずりするとの時は頬ずりするとで A7 でシンコペーションで入ってから8ビートになる。その後2人の時間は止まるも、ここも8ビートなんですよ。2人のシンコペーション、2人ドーン止まドーン、はい、ここも8ビートになって、スキーよーのところはまた頭打ち、スキーよー。その後あーバイフレンド、ここは8ビートです。チャが入らない。バーフレーン。で、感想の G7 で8ビートのチャに流れていく。ちょっといろんなリズムがここでね、サビでね、もうギュッと入ってくるんで、なかなかこれ、サビの後半とか、サビ全体はね、そんな感じか。サビ、めちゃくちゃゆっくり、フルでやってみますね。ワン、ツー、スリー、フォー。あー、テトラポット登って、ここ。確認してね、まあ、やってみていただきたいと思うんですけど、まあ、この曲はですね、やっぱりいろんなリズムが出てくるんで、リズムキープ、速くなったり遅くなったりしないように、なるべくこう体全体でリズムをとって、こうじっくりリズムを刻んでいくっていうあの感覚がすごく必要だと思います。そしてやっぱもちろん歌詞ですね。歌詞とかのプロモーションビデオを見てもらうと、なんか僕もプロモーションビデオ愛子さん見たんですけど、なんか元気な感じもすごい伝わってくるしね、歌詞の内容とこうシンクロして、すごくなんかこう参考になるイメージだなというふうに思いました。まあこれやっぱり、なんつうのかな、パワーが元気になっちゃうパワーソングだと思いますね。元気もりもりでね、やっぱり歌う方も、やった方がね、きっと楽しいと思いますね。そんなことも意識しながら、リズムに乗って、いきましょう。それでは行ってみましょう。愛子さんのボーイフレンドガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。1 2 3 4
いいですね。やっぱり元気になっちゃう感じがもう本当ノリも伝わってくるんですけど、やっぱり、ね、いろんなリズムが出てくるから、リズムがねこう速くなったり遅くて、この一定に保ちながらこの元気さを出すっていうのがキーポイントになるんじゃないかなと思います。はい、元気もりもりでできましょう。これ見て、これ、はい、これです。ちょっと以前もねこのリュックご紹介したことあるんですけど、これウクレレリュックなんですよ。ウクレレが入る、ここにガズレレとプリントがあったりとかして、これリュックサックになるんですけど、はい、こんな感じで、でね、あのこの横にも持てるんですよね。これだからビジネスマンの方これ横に持って、これパソコンとかもここに入るんで、出張の時とかウクレレとかのこれコンサートサイズも入りますよ、このウクレレは。このガズレレ 2way リュックの詳細は概要欄のところのグッズ用のところに貼ってますんでご確認ください。5月30日2021年の5月30日からあのスタンド FM というサービスを使いまして、ガズのラジオ放送ガズラジが毎朝7時半ぐらいから、どなたでもいつでもどこでも無料で聴けるサービスとしてスタートしました。はい、もう今上がってるんですけど、実はこのガズラジっていうのはあの よくご紹介させていただいているガズクラブっていう、まあ、コミュニティの中で限定ラジオ配信してたんですけど、今回もうオープンでみんなに聞いていただこうということで、2021年5月30日からオープンになっております。ぜひ皆さんね、ちょっと見てもらって、リンクここに貼っておきますよ、このラジオ放送のリンク、はい、ここでちょっとねチェックしておいてください。毎朝もう気持ちがいい時間過ごせるようにラジオ配信していくんで、お楽しみにしておいてください。あとですね、リッドミュージック社からリリースされているこのガズのいろいろ本、楽譜の本なんですけど、もうシリーズ累計12万5000部突破になっています。そのね、この新しいシリーズの本がこの青いジャケットになって7月に登場します。ただいま予約受付中です。このことの詳細も概要欄に貼ってますんでご確認ください。それとさっきもお伝えしたんですけど、ガズレレ大学とガズクラブ、こちらの方も大変盛り上がってますからね、これの方もさらにフォローしてもらいたいと思うんですけど、あとちょっとあのここにいつも挟んでるこの水引きだとかストラップとかキャップだとか、もういっぱいグッズも盛りだくさんで盛り上がっております。いや、これからねちょっと春めいてきてね、暖かくなって、お外行って公園とかでね弾くのにもすごくいい季節だなと思います。音楽は聴くよりやる方が最高。皆さん日常生活にポップな音楽を取り入れてまいりましょう。またガズレレ YouTube チャンネル見てくださいね。今日は見てくださってありがとうございました。さよなら。